はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画はカバンの中身紹介です。また飛行機。カバンの中身紹介です。確実に需要はないと思うんですけれども、結構前にね、何件かリクエスト来ていたので紹介していきたいと思います。まずは最近よく使ってるのはこちらのカバン、セリーヌのラゲージですね。で、サイズがナノです。サイズ的にはね、もう一個上のサイズもいいかなと思ったんですけれども、使ってみるとね、結構ちょうどいい感じでかなり気に入っています。カラーは確かタンというカラーだったと思います。結構何にでも合わせれて使いやすいカラーだなと思っております。ベルト調整はできないです。で、かけてみるとこんぐらいですね。160センチの私でこの腰ちょっと下に来るぐらいです。ちょっと画角を下げました。開けてみるとここにね、チャックがあります。閉めるとこんな感じです。1個ずつ出してきます。まずは車の鍵ですね。これは夫と兼用して車の鍵使ってるので、このキーケースもね、夫のものです。まずは鍵で、それから財布です。これは誕生日プレゼントに夫からもらったセリーヌの財布です。前の財布も5年ぐらい前に夫からもらったやつで、もうそろそろ替え時だし、小さいバッグを持つことが多くなったので小さめのものにしました。ベージュとね、柄物でめちゃくちゃ迷ったんですけど、このね、ベージュっていうのかな、このブラウンカラーにしました。で、開けるとこんな感じになっていて、カードが 1,2,3 枚、こっちに3枚入れれるのでクレジットカード入れて、こちらも3枚入るんですけど、こっちは免許証しか入れてないですね。で、ここにお札が入っています。ここに小銭入れがあります。まあ、特にね、面白みのない中身になっております。で、この財布ね、買ってみて気づいたんですけど、わかるかな、ボタンの跡がめっちゃついちゃってるんですよね。気をつけてね、ちゃんとここに合わせてつけるようにしてるんですけど、娘とね、コンビニ行った時にちょっとお会計やっといてとかいう時に渡すとね、乱雑にこう締めるから跡がついちゃうんですよね。ちゃんと合わせて締めないといけないのが難点です。でも可愛くてね、とても気に入ってます。こちらイヤホンですね。これは何のイヤホンだろう、ニーバ、ちょっと何のイヤホンかわかんないんで調べてテロップ出しておきます。ここがね、革になっていて、ちょっと取れちゃってるけど、大理石っていうのかな、大理石からのイヤホンです。ワイヤレスイヤホンですね。で、ポーチ、ポーチって言ってもね、巾着袋ですね。ちょっと汚れちゃってるし、お友達から誕生日プレゼントでイソップのクリームもらって、その時についてきた巾着袋、捨てるのもったいないんで使ってます。タオルです。小さめのタオルですね。これなんかでもらったやつですね。ローラ・アシュレイのタオルで、髪の毛留めるクリップ、これは3コインズのです。今はね、もう髪留めちゃってるんですけど、ない時にね、留めたくなる時があるので、クリップ、クリップっていうの、これバレッタ、除菌スプレーです。これは同じ事務所に入っているマチコチャンネルのマチコちゃんの運営するラゴムというショップさんのものです。スプレー、ハンドクリーム、これはマチコちゃんに誕生日でもらったものですね。なんかね、初めこれどうやって使うのって思ったんですけど、押して使うタイプでしたね。こんな感じに、誕生日にね、クリームもらうと嬉しいですよね。しかもシャネルだから、もうすごいテンション上がりました。ありがとう。あとはこれ、白の練り香水、ホワイトリリーの香りですね。この香り私もうめちゃくちゃ好きで、ほんと大好きで、香水はあんまり好きじゃないんですけど、この練り香水で白のものだったら全然嫌な感じしないから使ってます。もう結構なくなっちゃってる。めっちゃいい香り。こんな感じでつけてこう伸ばして使うという、すぐね、香りなくなっちゃうんですけど、この香りね、好きだから使ってます。
で、それからまだ出てくるのかよっていうディオールのリップグローですね。04番見えてない04番っていうカラーみたいです。なんかね、つけるとプクッとするような、なんかそんな作用が入ってるような入ってないような、ジルスチュアートのリップですね。リップクリーム、リップバーム、これも誕生日プレゼントでお友達にもらったものです。手につけてね、塗るタイプのです。これです。これ何でしたっけ、名前ちょっと忘れちゃったな。ロムアンとか。もうリップね、全然塗らないから全然なくならないんですよね。ちなみにこういうなんかオレンジカラーが好きです。こういうカラー。最後はこちらです。ミュントのマルチセブンカラーアイパレットです。これ前動画でちょこっと紹介したんですけど、同じ事務所の、整形メイクのミユさんのプロデュースした、アイシャドウになります。めっちゃデザイン可愛いし、すごいねコンパクトなんですよ。でミラーもついてるから持ち運びにね使ってます。てか持ち運びっていうか普段使いもめっちゃしてるわ。こんな感じのねアイシャドウです。結構使い込んでるかな。ハイライト、眉毛も描けるし、ハイライトできるし、あとはアイシャドウもねできるし、涙袋作れるしっていうね、超万能なパレットです。概要欄に貼っておくので、気になった方いたら覗いてみてください。で、ポーチの中はこんな感じです。で、普段は最近はこれを使ってます。で、ちょこっとね、その辺に出かけるって時はこれ使ってます。これもセリーヌのカバンですね。一番小さいサイズかな、多分小さいサイズです。ミニだったかな。中身ね全然入らないので、ちょっと入れてみると、財布入れて、あとは鍵と、あとスマホぐらいは入りますね。もうポーチっていうかそういったものは入れれないので、もうこれ持ってくときはリップだけそのまま入れちゃったりしてます。可愛くてめっちゃ気に入ってます。あとちょっと入れるの忘れちゃったんですけど、スマホもいつも入れてます。スマホはね、これ娘から譲ってもらったっていうのかな、娘からね、もらった携帯で、これ12だったかな、 iPhone。 私ずっと iPhone7 かなんか使っていて、なんか壊れないとね携帯ってなんか変える気になれなくて使ってたんですけど、やっぱ YouTube とかインスタとかやるから、スマホ新しい方がねカメラもいいから、もうママこれ使いなよって言って使ったんですけど、全然画質違ってびっくりしました。今もっとこれよりいいやつ出てますよね。まあでも多分壊れるまでこれは買えなさそうです。ちなみにこれ iFace っていうカバーみたいなんですけど、娘から携帯もらった時にこのカバーもねついてきたので、そのまま使っちゃってます。なんかグレージュみたいな感じのカラーで、で娘今新しい携帯使ってるんですけど、その携帯もね同じカバー使ってたので、今娘とねお揃いだから、そこら辺に置いてると間違えるってことがよくあって、娘にちょっともうママいい加減にスマホカバー変えてよって言われてます。なんかね可愛いカバーあったらぜひコメント欄で教えてください。こんな感じのかなり需要がない動画になってしまったんですけれども、最後まで見ていただきありがとうございます。リクエストとかありましたら気軽にコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。